どうもこんにちは、鉄道好き、ソラ鉄です。今日は福岡県筑紫野市にある西鉄の駅二日市駅に来ております。ここは太宰府線と大牟田線が通る駅なんです。それに水道や旅島という観光列車が来るので、では早速電車を待ちましょう。9000件です。800件つばみたいに赤くてかっこいいですね。太宰府行きだそうです。五両でした。新しいね。2017年に登場したんです。あれは何円でしょうね。リールキッチンという安田さんです。おしゃれな列車ですね。おしゃれね。すごい。向こうからはなんか赤いさじ系が来ています。4番乗り場の10時45分発の電車は大前行き、やはりスイートでした。4両4つ扉です。整列乗車にご協力ください。ご乗車の際は電車とホームの間が広いところがありますので、ご注意ください。前陣行きだそうです。かっこいいですね。カラフルね。塗装に柳川の駅と書いてあります。かっこいい車両ですね。後ろからは大牟田線の3000系が来ています。大牟田線は天神から福岡県の南西部、この大牟田を走る路線です。天神行きの急行3000系が発車しました。マイエレメントというディズニーの映画のラッピング電車だそうです。赤と黄色と青のラインがかっこいいですね。5000系が来ました。2日行きだそうです。もうすぐ9000系が発車します。天神行きだそうです。Thank you.
からの車両ですね。また旅人が来ました。短い距離を走っているのですぐに戻ってきましたね。尼崎駅の時みたいにたくさん列車が来たので撮影が大変でした。大牟田線を走るレールキッチン筑後というピザが食べられる観光列車は撮影できましたが近くでは見られませんでした。スイットという観光列車は新潟県に走っていった厳備新幹線の塗装と似て、色が似ていましたね。柳川の四季を表しているそうです。チャンネル登録をよろしくお願いします。いいねもよろしくね。